はい、こんにちは。東大合格受アニメの時田博光です。今回は中学3年生向けの秋の模試対策、数学から確率の応用問題について一緒にやっていきたいと思います。さあ、いきましょうあ。夏休みが終わって、ね、新しい学期が始まりました。学校生活が、ねえー、始まっていて、ちょっとこう生活リズムが崩れるっていう人も多いんじゃないかなと思います。そして今月、来月、再来月と、ねえー、模擬試験、模試が連発してくるので、 えー、どうしようと不安になってる人もね多いかなと思います。そんな中で確率結構苦手にしてる人多いので、えー、今回はね一緒にその問題をねどういうふうに解くのかとかどういうことを考えておくのが重要なのかそれについて解説していきたいと思いますので最後までぜひ見てください。さあ今回まずね問題、えー、表示していますのでその問題ねだけ見てどれぐらい解けるのか関東、ね、できるのか えー、ここまでは考えられたけど式が立てられませんとかね自分の実力チェックに是非やってみてくださいはいやってみたでしょうかではですね、えー、ポイントを先に、えー、紹介していきたいと思いますさてまずポイントの1つ目確率の計算についてですこの原則をしっかり押さえておきましょう分かってるよーっていう人もねいると思いますが確率の計算として大原則は全体分の 求める量です、えー、これはですね、えー、今調べたいものとかね今からやる操作が何パターン全部でありますかっていうのが分母で分子が例えばああの2つともね、えー、青玉である確率だったら2つとも青玉にあるパターンって何パターンあるのかっていうのが分子に来るよってそんな感じで求めていきます。 なんで確率、えー、の計算ね、えっと、どうやって式作るんだっけって迷ったら全体分の求める量っていうのを思い出してくださいそれをね是非口に出して覚えていきましょうさて直線上にあるっていうところなんですがここね括弧、えー、1の問題で直線 AB 上にあるよみたいな書き方がありますはい、えー、その時にまずやってほしいことがありますそれは何かっていうと傾き、まあ、変化の割合ですね 変化の割合。これを調べてください。はい。その直線がどんな直線なのか、どういう傾きなのかっていうのを調べましょう。はい。そして、今回のこの問題では、この確率を求めるときに座標が整数じゃないといけません。というのも、 サイコロ、大きいサイコロの出た目の数が A で小さいサイコロの出た目の数が B だよって言ってそれで座標を作るわけね。なので例えば1 2分の1と3とかいうのはありません。サイコロはね1、2、3、4、5、6の6パターンしかないからこういうパターンないわけ。でこの2つ目が。っていうことが、例えば1、2とか。 2 3とかこんな感じでちゃんと具体的な座標を書いてみるってこと結構ね、えー、と確率苦手な人とか数学で、ね、点数があんまり取れない人っていうのはなんか頭の中で何とか考えようとしたりとか文章を読み取ろうとするんだけどこういうなんか実験ね、えー、具体的な座標を書いてないことが結構ありますので、えー、実際にこの傾きを調べた後に具体的な座標を書いてみるこれって当てはまるかなっていうのを調べてみるってことは是非やってみてください。 さてこの斜めの三角形の面積の求め方ってことなんだけどみんながすぐ、ね、分かる三角形の求め方って底辺×高さ ÷22 分の 1× 底辺×高さですよね。はいえー、なんですがこんな感じで斜めってる三角形があったとしたらこれどうやって求めますかっていうとんちょっと分かんないっていう人も多いんじゃないかなと思います。もうねこれぐらい余裕だよっていう人もい,ます、えー、いると思いますけど。 どうするかっていうと、この左端っこの頂点と、この右端っこのね、頂点あるよね。うん。で、それの真ん中にある。ちょうど真ん中じゃなくていいんだけど、この間にあるね、頂点から、ここね、まっすぐ、まっすぐ上に線を引っ張っていって、ここぶつかるでしょ。このぶつかったところの長さが A だったとするね。で、 からここまでのこ,れかるかなこの左端っこの点からビーってまっすぐ下ろしてきて右端っこの点がビーって下ろしてきた時のここの幅ここからここの幅ねそれを B とします、えー、そうしたらこれの面積は1 2分の1る a る b っていうので実は表せるんですこれを知ってるだけでかなりね問題を解くことができますので、えー、しっかり覚えておきましょうで これなんでこの形になるのかっていうのがこの最後の面積を求めるあるあるパターンで学ぶことです。これ何かっていうと透析変形ってやつねなんか必殺技っぽくない透析変形みたいなね、えー、要はどういうものかっていうとはいえー、っと底辺る高さで計算したいんだけどこういう斜めってるものって例えば、えー、ここになんか水線を下ろして 高さが D だから、えー、2分の1かける C かける D みたいな感じで計算するっていうのをやったことあるよね。はい。で、これって、この C の長さの辺ね、と、平行な直線をこう引っ張っていって、平行な、こういうね、直、えー、線引っ張ってやって、で、C を変えずに、 こ,のえー、とここの頂点の位置を、この平行な線のどこにいたとしても、えー、必ず面積が等しくなるっていうのを聞いたことあるかな形を変えるんだけれど、形を変えるんだけど、面積が等しくなるようにする。それが等積変形っていうやつ。はい、なので、まあ、こういう斜めってるものだったら、 こんな感じで C で高さが D でっていう風に計算したら2分の1かけ C かける D だよねっていう風に求めることができるでしょ、はい。これと一緒でこの面積出す時に今 a かけるこの幅の D っていう風に計算してこうやって出せるよって言ったでしょ。じゃあこれを等積変形するとどうなるかっていうと。 A の長さのところね。ここ A で、ここの三角形。ここの三角形。こ,ここの三角形を、の、この点を、ビビビビってこう、ちょっと下に、これと平行になるように、もともとここだったやつを、ビビビビって、ここに持ってくる。こんな感じ。そしたら、え、ここの幅ね、と、 A で、えー、求めることができるよね。同じここの斜線と、えー、ここの斜線っていうのは同じ面積になるわけだ、はい。同じようにここの点をピピピピってこうこっちの方に持ってくるともともとここだった、えー、点をここに持ってくる。るそしたらこういうふうにまた三角形が。 こっちの方が、えー、縦線でこんな風にやっていこうかはいするとここの縦線の面積とここの縦線の面積っていうのは透析変形で等しくなるよと言えますはいで、まあ、こんな形でも一応計算はできるんだけどもっとシンプルにするとこいつをここと同じ高さに等積変形しましょうこんな感じ えー、同じようにこっちの点をこの高さと同じような場所まで透析、えー、変形するとこんな感じになるそうするとここの幅って B だったでしょで高さが A でしょだから底辺×高さ ÷2 ということで1 2分の 1×A×B っていうふうにできるなんでこういう斜めってるやつはこんなふうに透析変形できるので 結局やるのはこの真ん中のところの高さと幅の、えー、を掛け算して半分に2分の1をかけるというので求めるよっていう感じじゃあこれが分かった、えー、上で今回の問題やってみましょう、はい。かっこ1は点 P が直線 AB 上にある確率ですが直線上、えー、直線なんとか上にあるようだったら、ねえー、具体的に傾き求めるんでした。 じゃあ、傾きどう求めるかっていうと、え、これね、矢印をやって書いていきます。図で書いていくね。0で、えっと、A のところが、ここね、A のところが、え、7。幅が7。で、えっと、B のところが07。だから、この辺かな。B がここ。で、この直線 B と引く。 でこの傾きってどうやって求めるかっていったらこの横に矢印書いて縦にも矢印書きましょうそしたらここ0から x 座標のね、えー、変化量っていうのは0から7までなんでプラス7されてるねで、えー、ここから下向きにね y 軸、えー、と y 座標がどれだけ変化しますかっていったら高さが7だったところが0になるからこれマイナス7されてるでしょ ということは変化の割合傾きは7分のマイナス7でマイナス1ってことが分かる。ということは1行ったら1下がる1行ったら1下がるそんな感じのとこになります。ということはこれさっきね二番の具体的に座標を書いていこうということでここ07だったら ここは1個, 1, 1個進むから1だよね。で7から1個下がるから6だ。だよね。じゃあ同じように1個進んで1個下がる。っていうとこだったら x 座標が1個進むから2。で y 座標は5みたいな感じ。ということは、えー、点 P っていうのはまあいろいろ取れるわけだけど。 あるパターンでいったら1625を次なんだと思う次はこれ x が x 座標が1増えるから3だよね。で y 座標が1ちっちゃくなるから4。でえー、っと同じように x 座標が1つ増えるから4。で y 座標1つ小さくなるから3。同じようにやっていくと52。2 それから六一ってなるね。ゼロ七七ゼロはないです。サイコロに七は取れないしゼロも取れないよね。はい。なのでこれで六パターンと分かった。はい。思い出してね。えー、確率は全体分の求める量なので全体はって言ったら。 えー、サイコロっていうね、えー、6パターンあって、えー、小さい方も大きい方が6パターンってことは6636だよねって計算するんだけれど実はね,そ,れねそのまま 6×6 って書いていた方がいい場合が結構ある。なんでかっていうと約分できる可能性あるから。はい。求める量は,っては6パターンだよね。そしたらほら約分できた。ということで残ったのは、えー、6×1 分の1ってことは6分の1ってこと。 1> が1番の答えです、はい、それでは、えー、これのね面積が14になるところを調べていきましょうこれ14になるってどういうところって感じなんだけど、ねえー、三角形の面積って底辺かける高さ割る2ね、えー、もしくは1 2分の1る底辺かける高さみたいな感じでやるんだけど大体のねこれ模試だったり入試問題ってやっぱ斜めってる三角形の面積を求めさせるわけよ。 かかけける高さで両方とも分かってたら簡単なわけ、ね、なわねんか小学生でも解けるってなっちゃうから大体こうやって斜めらせるわけね。そしたらさっきさ、えー、とここの高さが A でこの幅ねが B だとしたら1 2分の1かける A かける B これで求められるよって話したでしょ。で J ってなんだ <laughs> で、えー、と面積が14っていう話をしてるわけ。 はい。じゃあ、14になるのってどんなパターンかなって、ちょっと調べてみよう。えー、2分の1かけ何とかかける何とかが14になる。ということは、えー、半分にして14ってことは、どういうパターンがあるかって言ったら、それって、わかりますかね。28でね。掛け算して。<laughs> じゃあ、28。掛け算して28になるパターンってどういうのがある具体的にね。えー、そしたら、あ14、14かける2あるねって思うかもしれないんだけど、 14っていうサイコロの目はないでしょなんかダメ、はい。じゃあ他のパターンを持っていったら、7×4 がある。4×7 でもいいんだけど、7×4 っていうのがある。はい。えー、っていうか、まあこれ以外ないわけだ。えー、だとしたら、高さが7になってないといけないんだけど、これさ、例えば、えっ、ー、と、点 P がこの辺だったでしょうかねした時に、ここの高さが7になるって言ったら、ここからさ、真上に、 えっと77っていう感じで上げないでいい。このここの点 P がえっ、ー、と A の距離がねこうやって7作ろうと思ったらこんな感じでえっ、ー、と77とかにしちゃうわけ。だけどさだけどさこれサイコロの目で七7ってないでしょってことは AP では7を作るっていうのは無理だし同じように点 B からの距離でこれね真下に 作ろうと思ったら 0, 0のところじゃないと高さが7にはならならいいいわけはい、ということはここの幅ねここの幅でここの幅で7を作るっていうのはちょっと無理そうじゃあここの幅が7かなっていうのを調べてみたらこれ0から7までだから7だよねということはどうやらえー、っとここのどっかの 点を使ってこんな感じにしてここからここの幅が7だからあとはこの直線とここの点 P までの距離が4になるところっていうのを探せばよさそうっていうこといいでしょうかはいえー、こんな感じで求めていきます <laughs>、えー、じゃあそうするとこの直線より直線のね えと点具体的な点よりも4つ小さいところってどういうところなのか具体的にちょっと見ていきましょう。ここちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうから <laughs> 改めて書くね。えっ、ー、と07のところから、えー、4つ下がるところっていったらこれ03だけどね03だけど0ってサイコロないからこれはダメだ。じゃあ、えー、1個進んだところ16だったら え、考えてみると、でんでんでんで。方ね。えー、っと、四つ下がるっていうのは、一二、これオッケーでね。はい。一二オッケー、なので、一、えー、つ目これが見つかった。よいしょ。じゃあ次、二5のところを割って言ったら、ここから四つ下がるということは、えー、っと、二一になるわけだね。ここから下がる。いいかな。えー、っと、これもオッケーだね。 でこれ以上4つ下がろうと思ったら0になっちゃう。3、0になっちゃう、ね。次はね。だからもうダメだ。じゃこれで終わりかなと思ったら、えっ、ー、と、上にはまだいけるよね。どういうことかって言ったら、えっ、ー、と、例えば4、3だったでしょ。ここから4つ上がるのは無理なんだけど、ここが5、2だった場合は、えっ、ー、と、上に4つ上がると、 5、6っていうところがここの幅ね。はい。で、えー、っと、6、1の時だったら、6、5っていう場所が取れる。ここで 4, 4の高さが取れるって感じ。で、この辺のね、こっち側だけ見ちゃう人って、ね、やっぱりいて、こっちのね、えー、っと、上の方っての、ね、ちょっと気づきにくかったりするので、気をつけてください。 うん、こううい直線があったら直線より下の方と直線より上の方っていうのを調べる、えー、それがあるかどうかっていうのを確認しましょうそれでは分、えっと、かったのが1234って4つある4パターンあるわけじゃあ求めるね、えー、確率どうやって計算するかっていうと全体はって言ったら 6×6 これ変わらないよねで全部で12344つあるからこれじゃあ約分できるかなって言ったら 2で、約分できるから3でもう一回2と6で約分できるから3。っていうことは、サ算ザンが9で分子が1。っていうふうになる。ってことで、括弧2番の答えは分のなります。いかがだったでしょうかえっ、ー、と、このね、確率の応用なんだけど、図形と合わせるっていうのがよく出てきますので、えー、しっかり、えー、そこら辺ね、あこうやって斜めの三角形って、計算こうやってやるんだっていうね、ポイントだったりとか。 確率のちょっと応用問題、ぜひ自分でも他の問題もね、取り組んでほしいなっていうふうに思います。えー、他にもね、えっ、ー、と、受験の、えー、実際のね、えー、受験の問題、入試問題の解説とかもしていますので、そちらもぜひ合わせて見てみてください。はい、それではチャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。